はい、こんにちは、ちおです。1月11日金曜日のもう午後夕方近いんで、途中でやめんかも動画上はつながると思うんですけど、あのね、この間私青い鳥とバラさんの作ったんですけど、青い鳥ってなんだよ、幸せの青い鳥ってなんだよっていう疑問があって、いや私は物知らなすぎるんですけど、今ここにあのネット開いてあるんで、青い鳥、なんだ、チルチルとミチルの兄弟。あのこれチルチルとミチルってよく聞くんだけどさ、あっちでにちなみにこれね、アイチングクッキー、アイチングじゃない、アイシングクッキー、チャーム、レジンで作る、かわいくね。私これだ、このシリーズダメ、ハマってるの。出来上がりがあまりにも良くて、皆さん見つけたら買ってくださいね、エルベールさん。出来上がりがほんとかわいくて、飾ってるんですよ、マジ。はい、ということでね、これをいただいたんです。ありがとうございます。ダジェって東海さんにないんですよ、このシリーズ。本当に。エルベールさんマジない。ネットだとあんのかね。なんか最近もネットで、なんか商品発注する暇もね。年末年始終わって、1月11日でしょ、今日。やっとちょっと落ち着いてきたかなって感じかな。でもこの後ね、本当はイベントが立て続けにあるんだよ、2月。2月、4月とね、一日イベントやってんだよね、ここ。なんだか知んないけど。これ商店街のイベントもあるしね。今、参加するかしないか迷ってるんだ。知的に。青い鳥。はい。チルチルとミチルの兄弟。これがまず私はわかんないんだけど、多分なんかの物語の出てくる兄弟なんか、現代フランスになってますね。メーテルリンク作。はい。が、この兄弟がね、チルチルとミチルちゃん兄弟がね、幸せの象徴である青い鳥を妖精に導かれて探しに行くんですって。探し歩くらしいんですよ。で、見つからなかったらしいんですよね。で、最終的には家に帰ってきたら、家の、我が家で、自分家で見つけたらしいんですね、家の中で。っていう童話劇。身近にありながら気がつかない幸福、また希望。の意味があるらしいんですね。だから別に青い鳥自身がまあ幸せなんじゃなくて、まあそれがなんだ、家の中に探し歩いた結果家の中にいたみたいな、いいのかそれで。書いてあるんだけど、ここに妖精に導かれて思い出の国、幸福の国、未来の国などを巡るんだって、兄弟。で、どこに行っても見つからなくて、でも結局それ夢だったんですよ。あ、クリスマスなんだ、これ。クリスマスにつながるんだ。もう終わっちまってよ、クリスマス。クリスマスの前夜ね、この兄弟は夢を見るらしいんですよ。それで、いろんなところに行って探したけど、見つからなくて、で、目が覚めて、枕元の鳥かごに青い鳥がいた。幸せは身近にあることを、意した幻想的な童話劇で広く読まれ上映されている。はい、読んだことありませんでした。はい、みたいな感じですね。
変わらず入ってるものが超かわいいです。お、すげえ、こんな色見たことないし。皆さんは知ってましたよね、多分。そして多分読んだこともございますよね。チルチルミチルの青い鳥。ね、え、お菓子の家もこれ？この兄弟？やばい、私何も知らない。やめよう、これ以上喋ったらなんか自分が恥ずかしくなってきた気がする。マジでこれ保護シールあるよね。最近本読まねっつ、昔から読まないけど漫画しか。あ、でもね、小学生の時あの、なんつうの、小説っていうの、なんつうんだろう、あれ、折原水戸だっけ。あ、違う、名前ちょっとなんか違くない、折原水戸じゃなかったっけ、ミク、わかんねえっていう人のさ、小説にハマってないか、ちょっとハマった気がした、見てた、なんか当時感動した気がした。今日ね、金曜日で超晴れてるんですよ、今こっち。で、気温も高いんですよ、いつもより全然。と思ったらさ、一転して3連休なんですけど、明日から。なんか、雪予報出てるんですけど、ここ。土曜の夜中から日曜日にかけてみたいな。月曜日が成人式ですよね。それはなんとか大丈夫そう。私の成人式の日雪だった、積もんなかったけど。あ、もうあの事件から1年経つの。そしたらなんだっけ、あの振袖の逃げたやつ、夜逃げしたやつ、晴れの日だっけ、わかんねえなんだっけ、あれ、ありえなくね、マジ。あれ何、レンタル着物だったの、何だったの。購入の場合はだってその前に自分の手元にあるはずだよね。まさかそんなギリにもらわないよね。いつから倒産がもう分かってて、売り飛ばしてたっつうか、売りまくってたんだろう。その間どんな気分で売ってたんだろうね。っていうかスタッフは知らなかったんだっけ、確か。そうだよね、販売スタッフは知らなくて、でなんとか販売スタッフは当日ある限りの在庫で対応してあげてたんだよ、ところもあるんだよね。幹部だけなんだろうね、あんなの知ってたの。じゃなきゃ情報漏れるしね。あれから1年か、早いな。
でもあそこで買った人たちあれだよね、後日なんかやったらしいけど、成人式でさ、せっかく何年かぶりに会う同級生と一緒に写真と撮ったりはできなかったわけでしょ。結局それは成人式なんかさ、別にそれが一番楽しみなのにさ、その時私服だったってこと、もしくは行けなかったってことだよね。あれはもう解決したのかね。だってすごい損害賠償っていうか、お金払っちゃった人いるでしょう。成人式なんか一生に一回なのに。交換してきます。はい、交換してきました。次はこれは置いといて。正月休みってやつが皆さん終わったんですかね。大丈夫ですか。正月休みボケっていうのがあるらしいんで、主婦はねっつんだよな。正月に楽するために主婦がね、おせちとかさ、お雑煮とかさ作っといてさ、お正月楽できるようにっていう意味がちょっとあるっぽいんだけどさ、かまぼこなんかさ一日でなくなったしさ、おせち系の料理もさ2日で全部なくなったしさ、だいたい2日食べれば飽きるんだよね。贅沢のやつだね、今のやつは。まあいつもよりはちょっと家事がサボれたかな。出かけしたからね。で、4日からはもう仕事始まってたからね。っていうので、あ、ちょっと私アイシングの時は塗料多めに入れます。わざとブツブツかふつふつ感が欲しいんだな。なんだっけ、私正月そう言ったけど、ずっとそう働いてた人なんで、サービス業だったんで、まあ6年ぐらいはちょっと違う仕事したんですけど、正月休みがある会社でほぼ人生、高校の時からかな、デニーズの時からかな、
正月っていうものは働くもんだと思ってたね。今も副業はちょっと仕事あるんですけど、去年のお正月だっけ、あれ今年じゃなくて、私働いてましたからね、副業の仕事を。そうそう、あれね、サービス業の人たちは大変だよね。正月休みなんか後々取れるかないかだよね。さあ、元旦ぐらいはさ、もうでかいデパートもさ休んでいいと思うんだよね。2日から売り出したってさ、売れるものは売れるし売れないものは売れないと思うんだけど、じゃないと働いてる人が大変だと思うんだよね。結局サービス業ってことは31日まで働いて1日も仕事でっていう感じでしょ。私はずっとそれだったんですけど、まあ、家庭がなければね、それ独身の話だから、私独身時代はねそれでよかった。今はもしそれやれって言われたらちょっと子供どうしようみたいな今はちょっとできないな。去年の正月は私ここの店やってたんですよ、長男と。今年はちょっとやめた、4日からにした。でもやっぱりね寒い、いや寒いないや、もう寒いのは分かった。寒いっていうか寒くないんだよ。そう、今日あったかいし。でなんだっけ、エルニーニョ現象で暖冬でしょ。なんかねちょっとその気が分かってきた。もっと寒い気がする、して毎年。今年そんなに寒くない気がしてきた。いや寒いには寒いっすよ、朝とか夜とか。なんかその毎年と違うような気もするような気がするんで、気のせいかな。よし、硬化していきます。はい、硬化してきました。透明いきます。なんかアイシングはレジンはとにかく漏れみたいなことは書いて、いやとにかく漏れとは書いてないですけどとにかく漏るみたいな感じです。あ、そうだ、正月にケーキ作った、言ったっけ。言ったな。お菓子作りを多分久々にやりましたね。やっぱ楽しいんだよね、デコレーションが。ちょっとねバラをチャレンジしたかったんだけど、生クリームでちょっと急いでてできなかった。はい、透明レジンを引いたので硬化していきます。はい、硬化してきました。綺麗ですね、色が。ちなみにこれ色ね、カラーリングパウダーネイビー参考にならね
白多めで、あんまり分かりにくい比率なんですけど、14対1です。白14のネイビー1です。ここで裏のフィルムを忘れないように剥がします。本読まないとな。活字ね、なんだっけ、私活字1個読もうと思って買ったんだよね。何買ったんだっけな、あれ、あ、ダヴィンチコードだ。あのね、1ページいかなかったんだよね。1行で終わった。閉じたかな。読めんだけどな。子供か、子供以下だな。知ってる。私の色の調合が下手だったのか、シールと同化しちゃうね。あ、今晩のおかず何にしよう。なんかさ、主婦でさ、ストレスって一番のストレスってさ、今日の夜ご飯何にしようじゃない？違う？まださ、子供がもう、ね、成人したり自立したりとかだから、それはいいんですよ。一番食べ盛りのさ、中学生と、あとさ、食べ盛り、万年食べ盛り、生まれた時から食べ盛りの4歳児と、あと、無限に食べ盛りな旦那がいるんですけど、すごいいい、なんつうんだろう。今日の夜ご飯何っていう、帰ってきてからの攻撃がすごいんですよ。今日の夜ご飯何、ただいまよりも先に今日のバコ夜ご飯何。多分料理がすごい得意で関係ないと思う、ごめんね、今ちょっと言い訳させて。料理が得意で好きでっていう人には、今日はね何々なんだよ、何々と何々なんだよって多分胸張って言うと思うんですけど、私これから買い物、保育園迎えに行って、その後に買い物行って決めてみたいなことなんで、大したもん本当作れないんですよね。仕事を理由にはしてないですよ。私の腕がないんですよ。クックパッドったとかいろいろあるんだけどさ、
うん、でまあいっぱい食べてくれるから嬉しいんですけど、でもっとなんかちゃんと作ってるんですけど、凝ったものとかやってあげたいなとは思うんですけど、まあもう毎晩の夜ご飯を考えるのが苦だ、ノイローゼになりそう。多分私があんまり食に興味がないのもまあいけないんですよね。まあそれが子供には影響はちょっと言ってないんですけど、っていうか全然気にせず、あの私よりも食うんで次男は。私が野菜ばっかりなんですよね、とりあえず。で長男も野菜好きだったんですけど、生野菜サラダっていうものは中学に入ってからちょっと最近デビューさせたんですよ。そしたらちょっとハマってくれたんでよかったんですけど、まあ緑黄色野菜とかほうれん草、ピーマンとかそういうのは全部好きなんで全然いいんですけど、まあ、そっちの体にいいですしね。生野菜いいんですけどね、体冷やすんでね。寒いよね今日、冬はおでんとか考えちゃうけど、なんか簡単におでんとか作れそうなんだけど、私あのほら大根とか煮る時間とかおでんやるとき、私昼から大根に煮てる人なんで、やりすぎだよねなんかちょっと心配性なとこあって、鶏も入れたいしとか、簡単に済まないんだよね。なんだか揚げ物系は下茹でして油抜いてとかやると大掛かりになっちゃうから、なんかじゃあ今日はなんかよく CM とかで、じゃあ今日は簡単に鍋にしようみたいなあるんじゃないですか。簡単じゃねえっつうの、鍋人しようとはっつうの、あだってごめん、私はねマジうちの鍋すごいんですよ。なんかすんごい、もうこれは鍋っていうのかおでんっていうのかよくわからない、闇鍋ぐらいすんごいなんかいろんなもん入ってる、入れるんですよ私。シンプルな鍋なんつうの、ポン酢だけで食べるやつとか、あれだとね子供がねあんま食いつき悪くて、ついついおでんのやつとかね、だとタレ、ん？おでんとかぶるものとか具材がね、ウインナーとかね、一回油抜いてね、白菜、しめじ、しいたけで、次男がこんにゃく好きなんで、白滝やらこんにゃくやら入れて一苦労だっつうで、そうすると鍋簡単な料理じゃねえぜあれは、マジで。私は多分ねもう少し簡単に考えりゃいいんだよね、気楽に。
超可愛くね。可愛い。これ何すんの？これはこれでいいのか。貼っただけで。ベース。でもそんな大変さもあっという間なんだよね。本当になんで子供ってあんな早く成長してしまうんだろう。まあその分こっちは年取ってるってことなんだけど、ふと気づくと次男の身長は伸びてたり、長男は今ね、やばい、私抜かれそう、マジ長男抜かれるんだけは屈辱なんだ手の大きさ抜かれちゃって、足もとっくに抜かれてるんですけど、身長だけはまだ頑張ってたんだけど、ちょっと危なくなってきた。まあね、抜かれなきゃね、ちょっとねダメなんだけどね。私の腰ぐらいだったんだけどな、手つないで歩いてて、頭がちょうど腰ぐらいで可愛かったのにな。これ今硬化するんですけど、最後に確かここピンのところを硬化するんで、今まとめてしちゃおう。穴埋めないようにね、付け根のところです。よしよし。ほんでこれを乗せるとな、あべべべべべ、ひっくりした。こっち別にあんましてない、これいいや。これ硬化していきます。はい、鳥の方硬化してきました。でこっちのクッキーマシ間違えちゃって、この白いのここのレースが埋まってたんで気づいたんで抜きました。シール、レジ塗る。はい、そうなのよ。だからね、ついつい手抜き料理になっちゃってさ、マジ申し訳ない。なんか質より量だだよね。そうマジ、あのご飯もすんごい勢いでうち炊くんで、で朝ご飯ご飯使うじゃん、私以外全員ご飯なんで、私パンなんですけど、食パンなんですけど、しかもトーストしてマーガリン塗るだけなんですけど、私
目玉焼き、ハムエッグは作りますけど、でお弁当を作るんですよね。3人分、長男と旦那とあと私。白米のヘリがすげえっつね。5合炊きの炊飯器使ってるんですけど、5合炊きで5合ってあんま炊けないんですよね、うまく。いや、炊けんのかな、わかんない、やってない。4合にしてますね、マックス。でも4合じゃ絶対足りないんで、1日もう1回炊かなきゃいけない。ビーズ丸、かわいい、もうかわいい、かわいい。自分でやっといてうるさいね。よくその幸せな老いとりって言うから、今日ちょっとそれの勉強ができてよかったなっていう。まあその前にあの意味はメールで簡単に教えてもらっていたんですけど、石がついた花がここ。で、青い石が顔、花、雨。ハーツライトブルーじゃない、ハーツの花のブルー、ラメ入りで、ライトブルーのバラ。やべえ、かわいい。でクリーム色で、クリアーの石。かわいい、かわいすぎる、たまらない。ちょっとさ、この金色のさ玉が2つ残ってんの。これさ、私もったいないから使っていい？センス悪い？よかろう。これだって、これ絶対2つ残してもったいないもん。あ、じゃあどうぞ。ここのピンのところね、付け根ね、一緒に交換しよう。ちょ、固まってる。はい、交換してきます。最後の交換です。はい、出来上がりましたのでくっつけます。私ね、カニカンもね、吹っ飛ばしてね、見つかんないから、ちょっと今代用つけてます、ここに。でここの店の重力もう少しなくしてほしいんですけどね。
いで、ここなんか細かく指示があって、チェーンを1,2,3,4,5個開けてもう1個つけるって書いてある。5コマ、まあ大体だね。1,2,3,4,5開けて、だから6個目か。かわいい、マジかわいい。幸せな青い鳥っていうぐらいだから、ちょっと家に買ったらマジで。これはね、ちょっと店に飾るとどうやって作るんですかってなったら大変なことになっちゃうね。できたよ。はい。かわいいね、このシリーズ。いただき物です。ありがとうございます。本当に食べれそうだもんね。マジ。はい、じゃあ今日はですね、エルゼールさんのいただき物です。すいません、ありがとうございます。アイシングクッキーチャーム、青い鳥じゃなかった、バードですね、名前は。私的には幸せな青い鳥を作ってみました。マジ見本より可愛いっつーの。見本よりちょい濃いのかな。いや、かわいいよ、マジ。やっぱ。あ、それでね、ちょっと別件なんですけど、私さっきフィルム、青い、これいつも使ってんじゃないですか、フィルムに色つけて。そう、これね。で、これどうしてますみたいな、質問っていうか、アドバイスメールいただいたんですけど、その方は硬化して捨ててる。まあレジンあれ危険物なんで、これ燃えてしまうんで危ないんで、皆さんこのまま捨てないでくださいね、絶対に。多分もう知ってますよね、皆さんはね。そうで、私は今までどうしてたかっていうと、こうやってレジンが余ったら、これあるじゃないですか、セリアさんの薄型のアルファベット、これに、もうこの貧乏症ですいませんね、本当に。もうこれ以上取れないっていうぐらい取って、これほんと少量で1個作れちゃうんで、流し入れて、で、何かを硬化するときに一緒に硬化してたんですよ。で、このシリコンか、もしくはチャームを作ってたんです、私は。シリコンのチャームのやつね。を絶対硬化するところに置いといて、で、この残ってるやつを、かき集めて、だからレジン自体を捨てたことはないかな。マジ最後の一滴までこうやって取って入れて、ほんとちょびっとでこれ1個作れちゃうから、もったいないじゃないですか。で、まあその方は硬化して必ず捨てるようにしたっていうことで、で、私そのね、大量にもし余った場合はそうやって作るたり、あとちょっとお姉様にいただいたレジンの液を保存できる容器みたいなのがあるんですけど、それに入れたりとか最近はしてて、で一時期やってたのが、これ実はもう硬化されてるんですよ。そうすると、あ、これちょっと少ないな、今日あんまり残ってないんですよね。これ結構分厚く残ってると、あ、できるかも、こうやって剥がれるんですよ。で、これ私なんだっけ、ケーキかな、なんかのエルベールさんのキットを作った時に学んだんですけど、学んだですけど、これこうやって剥がすじゃないですか。そうするとこういう紙状に、紙状っていうか紙なるんですよ。で、これをね、ハサミで細かく切ると、ネイリストさんもよくやってると思うんですけど、レジンではなくてね、ジェルネイルで
これが封入パーツになるんですよ。ちょっと変わった。で、私ちょっとこれを気に入ってて、実は。あの、その時になんかピンクだったんですよね。今入れ物に、ちょっと待ってください。入ってるんですけど。ごめんね。これ。これがその時作ったやつで、あの、薄く今みたいにこれ引いて、硬化させて、剥がして、ハサミで切ると、あの、いちごチョコレートみたいな感じになるんですよ。私これちょっと気に入ってるんです。なので、これを作ったりとかしてます。だから、まあ、捨てない。あ、貧乏症だよね。捨てれないんだよ、レジン。一滴も、マジで。この間容器温めて粘ったんだけどね。あ、その子動画まだかな。ごめん。ってな感じで。なので皆さん、のレジン、硬化されてないレジンを捨てるのは注意してくださいね。なんか、結構低めの温度で、あの、火発火しちゃうのかな、わかんないけど。レジン液の後ろにとかに注意書き書いてあるので。はい。以上です。そんな感じですね。まあ、皆さんはもうやってらっしゃると思うので、ちょうど幸せな青い鳥さんだったので、余談でした。幸せなお話を、自然のお話をしてみました。はい。じゃあ、息子も帰ってきます。夕方なんで。今日も見ていただいてありがとうございます。じゃあね。バイバイ。かわいい。これをね、カバンにつけてさ、保育園に迎えに行くじゃん、今から。絶対次男気づくの、一発で。でね、ママ、これどうしたのって絶対言うの。で、これは今日はママが作ったんだよって言うと、かわいいねって言うの。ほんと、お前がかわいいよ、マジ最高。じゃあ、迎え行ってきます。